今回紹介するお店は福井県福井市米松に昨年10月にオープンしたラウメン食堂さんです。福井市内でもラーメン激戦区、通り沿いには全国でも有名な来来亭、北陸では一番人気の八番ラーメン、福井で有名な岩本や福井市内でも人気のラーメン角があり、ここにオープンするのだからかなりの美味しいラーメンと期待してやっと来ることができました。オープンして間もないので店内は綺麗です。カウンターが12席、のれんで仕切られた半個室が5室あります。こちらのお店は中華そばと鶏白湯が看板メニューのようですね。シルク中華そばの醤油と炙りチャーシュー飯を注文。鶏の出汁をすごく感じるスープ。炙りチャーシューがゴロゴロ入っています。ラーメン激戦区にオープンした味は期待しかないですね。まずはスープから一口。麺はお店独自のシルク麺と呼ばれた麺で、つるっとして少し柔らかい麺です。正直、普通の醤油ラーメン、ラーメン激戦区にオープンしたから期待しすぎた私が悪いのか、不もなく、可もなくの普通のラーメンです。今後に期待したいので言えば、スープも普通、麺も普通、値段の割にはチャーシューは1枚、最近、美味しいラーメン屋さんばかり回ったので、かなり物足りないです。炙りチャーシュー飯に期待。
炙りチャーシューの割には香ばしさの香りがしない、パサパサとした感じで味気ない、これも普通でした。何か調味料があるのか探したけど見当たらないので、ラーメンのスープを入れて食べる。ラーメン激戦区に出すのだから何か特徴がないと厳しいかな。まだ白湯ラーメンや味噌ラーメンを食べてないから何とも言えないけど、激戦区に出すには普通すぎるかな。今後に期待したいですね。最後までご視聴ありがとうございました。